はい、大倉のですね鎌倉街道と書いてある碑がありましたので、この奥がですね源の義方の館、大倉館と呼ばれている場所です。で、私の今左後ろの方がですね墓所があるところで、それを今行ってきたんですけど、鎌倉街道、うずしき峠とかね有名ですけど、鎌倉へ向かうにはこの地からですねこの道を通っていたと。当然畠山重忠とか、鎌倉を目指した武将たちは皆ここを通ったんではないかと思いますね。主要道路の交差点というのは今も、交通の要衝ということで変わってはいないんですが、やっぱりその大倉に館を持っていた源の義方はじめ、まあ、源氏三代と言われている人たちですね、がやっぱり勢力を持っていたというのもうなずけると。要するに交通の要衝を抑えていたわけですからね。大倉館についてはちょっと別に出してますので、そちらをご覧ください。はい、大倉館近く鎌倉街道の日のある交差点でした。